味しそう。いただきます。こんな感じ。いただきます。朝なので手に力が全くないです。開けれません。てててて、見て、すごい。犬みたい。いい香り、果物のいい香りがしますね。いただきます。とろーりしすぎて口の中にあっという間になくなっちゃいます。すごい。噛んだ瞬間に噛みつがボワーって出てきて、そしたら噛んだらすぐにお餅もなくなっちゃう。魔法のようなお菓子。これは美味ですね。もう一度欲しいものです。ウイロウイジシウイシウイロ大好きなんですよ。そう、この間山口県でウイロの差し入れがあったじゃないですか。あったんですよね、山口県にウイロの差し入れが。そのウイロが美味しすぎて、もうお店特定しちゃいました。もう美味しすぎて。そうなんですよ、今日の朝ごはんにします。お餅なので口にします。ナピちゃんは結構ね、特定班だよ。ドラマの撮影現場とか、そのどこの建物が使われたとか結構好きですよ、調べるの。住んでたから、なんだろう、ああこの地下がいいなみたいな感じでいます。明日食べに来ます。おお、待ちしております。絶対に
目が輝いてきた。私の目に光が宿ってきましたか。おお、ウイロとは米粉と砂糖の素朴な味わいとせいろで蒸し上げる手作り製法を大切に受け継いできました。もちもちの食感が特徴で、長年多くのお客様に、ご好評いただいております。ウイローでございます。もちもちしてます。で、裏は白で、中に何かが入っているそうです。あー、おいしいです。いただきます。うん、うん、ウイローの感じね。外って書いて上って読みます。ちょっとびっくりですよね。なんか口の中いっぱいに抹茶味が広がる感じ。おいしい。よきよき、ビミビミ。うん、栗だ。栗が中に入ってます。このお店はですね、名古屋の何をドレッシャー本店、あ、そう、カサさん、その感じなんだけど、なんて読むの？うん、うん、スズメ踊り、スズメ踊り総本店だそうです。もういただいております。おいしゅうございます。うん、そう、山口のじゃないんですよ。ありがとうね、これ。
しかったです。ごちそうさまでした。名古屋のこのお土産は父のお土産でございまして。そうなんですよ。家族でわーいわーいって言って仲良く分けてもらいます。なんかこの色は自分がすごい好きだなと思った山口の色とはもちもちの食感具合というかが、名古屋のお色の方が少しねっとりした感じがする。ニトニト山口のもっちりした感じがしました。そう、なんかここのはちょっと珍しい感じがします。ねっとりねっとりねっとりっていう感じのお色で、本当に手作り製法なんだなっていうふうに今思いました。なんかそう山口のお色は山口のですね、なんかミニサイズでも売ってるお店なんですけど、そう、ですね、結構ね出てくるんですよ。これかな？そう、なんかその山口のもお店によってやっぱりウイローってもちもち食感が違うと思うんですけど、私にとってそのベストフィットしたのがそこのお店でした。読めないです漢字が。そしてこれですこれなんですけど、なんていうお店なのかわからないんですよね。待って、わかるとか言ってたのに。このお店なんだけど、黒色、白色、抹茶色って書いてあるやつ。わからないんですよね。特定班資格あるある。こんな、これ分かった？
こをね、みんな覚えた？この形。OK？中身はこんな。こんな感じ。お堀？多分ですけど、漢字でお礼の尾に八丁堀の堀に。なかなかこれ支える人いないか。どう、何食堂とかのどうでお堀どうかなと思います。どうでしょう。見堀堂だ、書いてあるじゃないか、ひらがなで。わあ、すごい、私凡ミスしてたわ。みほり堂です。すいません、みほり堂でございます。みほり堂です。しっとりもっちり極上の味わいって書いてあります。ほほーい。そう、なんか独特の舌触りと奥深い味わいで、なんか確かにちょっとね、口の中に入れた時の感触がちょっと違ったんですよね。そう、美味しかったんですよね、ものすごく。それがなので、いっぱいウイロを家族にも持って帰りました。うちか、お母様がね、ウイロー大好きですって、ね、そう、私もね好きなんでね、持って帰りました。じゃあバイバイ、ごめんね適当で。じゃあ通りするよ、行きます。シェティン、ハグピーさんありがとうございます。天気ありがとう。テビテビトさんありがとうございます。ユムイズメイさん、Thank you very much. ありがとうございます。エンテンイズアルマストリアさん、ありがとうございます。アルマストリアさん、ありがとう。エナイソーリちゃんさん、ありがとうございます。ありがとう。クリがね。タイパイヤさんありがとうございます。セブです。オラペさんありがとう。チャリシガチキさんありがとうございます。フィフィスナカちゃんさんありがとう。フォーディスユズキちゃんありがとうございます。セッディスセカキさんありがとう。セカニズマキさんありがとうございます。フィフィトマトさんおめでとう。そしてありがとう、ありがとうございました。皆さん、本日もありがとうございました。じゃあ、今日も一日、良い一日をお過ごしください。はい、大丈夫です。ナピちゃんもいつでも元気元気。愛の重さ初めて分かったよ。君の気持ち背負ってみて知ったナピが美しいって本当。なんかまるで世界が通るよ、重さ今の気持ち何と比べてみればいいのだろう。明日はリリーベン、大阪のアベノキューズモールで開催するよ。握手しに来てほしいな。みんなのこと待ってるよ。だから早くおいで。明日になっちゃったよ。
っちゃった。くそー、悔しい。ちゃんと歌いきれなかったぜ。あ、またね。悔しい悔しい。